ご機嫌いかがですか、水野ハローです。さあお待たせいたしました。今日は存分にお楽しみください。インディ・ジョーンズ魔球の伝説の登場です。まあ、最初からお芝居まで手に汗握って、もうハラハラドキドキの連続なんですね。プロデューサーがスター・ウォーズのジョージ・ルーカス、監督があのジョーズ、ミストの遭遇のスティーブン・スピルバーグ、この2人ががっちりと手を結んで作り上げた映画ですから、これが映画の面白さ、これが連続活躍の面白さなんですね。連続活躍と言いますと、無声画時代に毎週2巻もの3巻ものが封切られましてね、そのお芝居のたびに主人公が聞き落ちて、果たしてどうなんだろうかっていうわけですけども、今日の映画の場合は最初からお芝居までずーっと主人公が聞きまた聞きの連続なんですね。もう巨大な洞窟の中をですね、ジェットローラーコースターみたいに乗ってギャーッと逃げたりですね、穴に閉じ込められて果たして脱出できるだろうか、まあ、すごいのなんの主人公がですね、あのスターウォーズのハリソン・フォード、彼がいいんですね。もちろん今日はテレビ初登場です。もちろんノーカット、時間を特別に延長してお届けさせていただきます。ごゆっくりとお楽しみください。さあいかがでした。いやー面白かった。まあ、そんな実感でございますね。この映画の面白さを今更私が解説しても仕方がございませんけれども、まあ、この映画の前編にさまざまなパロディが散りばめられておりますんでね、それをちょっとだけご説明してみたいと思うんですね。映画始まってすぐのところ、映画会社のパラモントの山のマークがずっと出てまいりましてね、それがドラの模様にそのオーバーラップしていくわけです。それを巨大な男がバーンと打つわけですね。あれはですね、赤い靴だとか黒水線を作りましたイギリスのアーサーランクという映画会社のマークのパロディなんですね。そして映画の最初のところでさまざまなミュージカルシーンがバーッと出てまいりますね。この映画の背景になってますのは1935年の頃なんですけどね、この頃ハリウッドではこうした形のミュージカルものすごく数多く作られたわけですね。バースビー・バークレーという人が演出いたしましてね、美女をたくさん集めてね、縦に撮ったり横に撮ったり上から撮ったりしましてね、これが企画的なその演出で大変話題になったわけですね。それのパロディであるわけですね。それから歌ってましたのがエニシング・ゴーズという歌でしたね。これはね、当時のミュージカルの主題曲で大変話題になったんですけどね、それを持ってきて物語に合わせてうまく使ってるわけですね。この辺りうまいなっていう感じがいたします。それからですね、映画の後半のところでハリソン・フォードが逃げようとすると2人の黒ずくめの男が待ち構えて刀をパパパパってやってますね。あれレーダースのパロディなんですね。レーダースの時は1人だったわけですけどね、レーダースの時はいきなりですね、拳銃をその取り出してバーンってやっつけてしまいました。これで我々大喜びしたわけなんですけどもね、今度も拳銃出すだろうと思ったら腰に拳銃がないんですね。この辺りひっくり返しなんですね。こういったところを見てますとですね、ルーカスもスピルバーグも本当によく映画を研究して私たちを楽しませてくれたんだなって、そんな実感が込み上げてまいりますが、皆さんいかがだったでしょうか。さてそれでは次の映画をご紹介してまいりたいと思います。次は少林寺36号の登場です。前にこの番組でお届けいたしまして大変話題になりました少林寺、あの映画の原点が実はここにあるわけですね。仲間を敵に倒されました青年がですね、少林寺に入りまして35の難関を乗り越えて武道を熟練いたします。そして自ら36棒を作ろうとするわけですね。少林寺36棒、いよいよ次回この番組に登場です。お楽しみに。いやー映画って本当に面白いもんですね。それではまたご一緒に金曜ロードショーで楽しんでまいりましょう。